先生、喉乾いたでしょ。喉乾いた。そんなこともあると思って、じゃん、ドリンクを用意しときました。おー、気が利くじゃん。いいの、ありがとう。もうどうぞどうぞ、遠慮なく。めっちゃこれぬるいんだけど。え、そこまで考えてなかった。いや、天気いいからぬるくなっちゃってるよ。どうしようどうしよう。でも実は科学の力を使えばこれも一瞬で冷やすことができます。いや先生、何でもできる。じゃあ一緒に実験していきましょう。はい、それではレッツサイエンス。バーベキューで使える科学その2。はい、2番、来ました。缶の飲み物を冷やす。冷やす冷やす。いや、冷やしてほしいです。僕の不手際でぬるくなっちゃったんで。そうね、ちょっと暑いのはね、分かってたんじゃないのかな。グーの音も出ません。はい、はい、でも大丈夫。そんな時にはじゃん、これを使います。なんだそれ。これなんだと思う。虫よけスプレー。違います。出ません。虫よけスプレーじゃない。じゃないんです。モーターが入っていて、はい、この部分がぐる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 回ります。それは100円ショップで売ってる電動消しゴムです。電動消しゴム。こうやって文字を、ね、消すの。あ、100円ショップで売ってる。そう、売ってるでしょ、こうやって。いやいやいや、消さなくていいよ。もう何もなくなっちゃうから。これを使ってそれ、ね、できるの。そう、この電動消しゴムで冷やすことができます。どうやって、まあ、どうやって使うでしょうか。消しゴムを使うわけじゃないんだから。あ、そっか。消す？いや、消さないで。俺も含めて消さないで。ちょっと言うと。いや、もうなんでそんな消したがるんですか。そうだね、ちょっとこんな感じ。いや、もう、あ、そこは消してほしいなって。そういうこと言ってる場合じゃないから。そうだね、そうじゃないね、うん、はい。で、じゃあこれを実際に使っていきたいと思います。まず、このボールの中に氷を入れます。これね、ちょっとお肉とか冷やす用に入ってるやつあるから、それを持ってきました。これに先ほどの冷えてなかった缶ジュースを入れます。まあ、このままでも冷えるんですけど、ちょっと時間がかかります。ですよね。ね、待たないといけないじゃない。確かに。でもお姉さんもう今飲みたくて飲みたくて仕方がない。そんな顔してる。そんな顔してる。この電動消しゴムで、え、こんな感じで、わわわわわわ、高速回転。高速、これ高速回転して回して冷やす。そう、こうするとさ、わ、すごい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 、ぐる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 、回りすぎ回りすぎ、高速回転。これあっという間に冷えるんじゃない。そう、これあっという間に冷えるよ。わ、すごい。そう、先生、これ1分ぐらいやってればすぐ冷えるから。これ、これ周りの人集まってきちゃうよ。すごいよこれ。冷やすよ、みんな。みんな冷やすよ。これで商売できるよ。そう、わ、すごい。すごいじゃん、もうこれ全然力もいらないし。確かに快適快適。先生、全然疲れない。そう、疲れないし。へ、いいね。うわ、すごい、もう結構冷えたんじゃない。もう結構冷えてきたよ。そう、ものの何十秒かでもう冷えてんじゃない。結構、そう、すごいでしょ。すごい、これはすごい。じゃあこれで本当に冷えたのか、ちょっとね。どう、あ、もう十分冷たい。もうもうね、このちょっと伝わるかな、このね。いや、キンキンだ。キンキンに冷えてる。冷えてるでしょ、うん、すごい冷たい。わ、冷た、冷た、冷た、え、先生、これはすごい冷たい。どういう原理で回ったのかな。それはね。温度差がある2つのものを接触させると同じ温度になろうとします。回転させることで効率よく接触し、缶を早く冷やすことができましたということなんです。なるほど、そういうことか、うん、いや、すごい高速回転で回って、そう、キンキンにあっという間に冷えて、そう、すごい便利だったね。すごいでしょ、ほんと冷たいから。でもこれね、冷えたから、うん、いただこうかなと思います。ぜひね、いきましょう。どうぞどうぞ。あー、喉乾いたよ。相当冷えたね。ねえ、あんなぬるかったウーロン茶が、ほらほら、ほんとに冷えてる。あー、よかった。はい、よかったよかった。冷たい冷たい。よし、じゃあいただきます。はい、どうぞ。いや、グビ飲みするな先生。一機会。おいしい。どう、冷たさは。あ、おいしい。すごい冷たいよ。あ、よかった。おいしい、成功だね。うん、
るほどなるほど、まあでも先生、はい、これ僕が最初からクーラーボックスに冷やしといた方が早かったね。いや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 、もう閉じないで、うるさい僕のミスだったから。あ、はいはい、これね、100円ショップにある電動消しゴムでできるので皆さんも試してみてください。それじゃあまたね、バイバーイ。この動画がためになったというお友達はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。あと先生に質問ややってほしい実験があったらぜひコメント欄にも書いてね。お待ちしてます。